はい、では3日目です。もう完全にここ固まってます。で、ここまであとは足して、あとビーズとかをちょっと散らして仕上げに貼りたいと思います。50-25で作ってみよう。本材が50、硬化材が25。はい、50入りました。少なくね？で、これを混ぜ混ぜしていきます。え、これ混ぜてるとこ映してた？一応混ぜてちょっと流しました、半分ぐらい。それで今これを入れてます。なんでかというとキラキラさせたいの。で、適当にちょっと散らしていこうかな。おっと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 、まあいいか。で、ランダムに散らばってる方が多分綺麗だと思う。そして、あの、ここにキャンドルが乗っかった時に周りに光が行くから、周りにも光が行くことを計算して、で、計算してって言っても私も素人だからよくわかんないんだけど、適当に、結局は適当がいいみたいな。で、ここで必ず守らなきゃいけない法則があって、フローティングキャンドルというあのものは水に浮かべるものなんですね。で、私はこういうキャンドル見たことあるでしょ、100均で。これ100均で買ってきたんですが、これも一応水に浮くんですよ。で、これを水に浮かべる、この高さ分は残しとかないといけないってことですよね。つまり、この鍵ギリギリ隠れたらもうそこでレジン終了なんですよね。とりあえずね、やった時に綺麗って思いたい。あ、これ綺麗、素敵みたいな。まあ、こんなもんかな。あんまり入れすぎるとゴテゴテしちゃうので、よし、これで最後流していきます。では出来上がりました。上から見るとこういう感じ、もうカッチカチです。で、時のうさぎちゃんがいて、チェシャ猫がいます。気泡が全然ないんです今回。ほら、すっごい綺麗にできたんですよ。ただここのあのバラ、白いバラ入れたんですが、あの、時間が経つごとに黄色く変色しちゃってって、やっぱり増加はやめた方がいいです。これは増加でやりました。やっぱりあの、高くてもプリザーブドフラワーとかを使った方がいいかもしれませんね。よし、じゃあ早速水を入れていきましょう。はい、では電気消します。今カメラのライトだけでこう映ってる状態です。水はもう入ってます。はい、では静かにキャンドルを浮かべていきます。ほらほら浮かんでる。いや、でもすごい綺麗ですよね。
らの良さでこうよく伝わっている部分が大きいな。はい、では長くちょっと参ります。うさぎと茶車猫がいるところがちょっとポイントですね。ただね、あのろうそくの明かりだと茶車猫ってわからないぐらいに暗い。もっと高さがあった方が良かったのかもしれないですね。あるいはここが銀のろうそくじゃなくてクリアなろうそくだとまた違ったかもしれないです。あの、でも、すごくカメラ映りはいいので、皆さんには、この、キャンドルを、の癒しを、ぜひ、これ、回転する何かに乗っけてればいいんだけどね。はい、不思議の国のアリスに、思いを馳せていただいたところで、今回の作品いかがだったでしょうか。作るのにかなり時間がかかりました。なのにちょっとろうそく入れた感じはちょっと残念です。でも前回のもまあちょっと失敗したけど、今回はカメラ映りが良かった。でも実際見ると不気味ね。なんか青光りしてて余計怖いな。はい、これも綺麗だね。明かりをあえて、でキャンドル、真っ暗の中でやらない方がいいかもしれない。怖い。これちょっとこうやって照明があった方がすごい綺麗。これは結構見たままの映像になってます。実際に見た感じはこういう感じになってます、本当に。うん。こういう風な方がありかも。電気をちょっとだけここら辺明るくして、キャンドルを灯した方がいいと思います。はい。私の勝手な、理想論を語って申し訳ありません。はい。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。じゃあ、またねー。このチャンネル、ノアステーションでは、レジンで何作ろう？レジンなどはあるものの、どうしたらいいかわからない。そんな方々のヒントやアイデアといった、笑顔の種を作るお手伝いができたらいいなと思います。まだまだいっぱい動画を上げていきますので、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。